おはようございます。2020年4月の6日朝のご挨拶、衆議院議員の原口和弘です。まだ5時台ということでですね、ご覧になれますか。これ本当に綺麗に空が染まってきます。あそこのビルにすごいですね、こんなに強い光が反射してます。世界からですね、いろんな研究が入ってきて、まあ夜中の3時とかそんな時間にやり取りをする、時差がありますからね。おはようございます、ごきげんようって本当いい言葉ですね。今日ですね、国会は、決算委員会の分科会って言ってですね、予算委員会も分科会で一斉に各文化、つまり、財務金融とかですね、厚生労働とかいろんな分科会に分かれて、決算を審議します。だからいっぺんに複数の委員会が立ちますから、感染のリスクをですね、もう極めて、慎重に見極めながら委員の数も絞るというようにですね、考えてます。で、私は国対委員長なので、その中の主なものをパブリックビューイング、皆さんに解説をさせていただこうと思ってます。まあ、ただ委員会が多いですし、立つ質問者も多いので、偏りが出るかも分かりません。さて、今日は4月6日ですね。日本医師会、東京都医師会、これ大変な危機感を持って、政府に警告をしました。しかし今のところスルーですね。国民に要請をするだけで必要な措置をやったと。まあ NHK は何とかを検討してますとか、何とかの検討に入りましたとか、そういう話を昨日も流してましたけども、その検討するとか検討に入るとか準備をするとか、そんな時期じゃないんですよ。もうやっておかなきゃいけない。何とかが完成しました、何が今日から始まりましたと、そういうフェーズなんですね。で、本当に胸つぶれるような思いをねしておられる方々少なくないと思います。でもご覧になってください、この強い、ここから太陽が見える、この一瞬ですね、この時期、時間なんですよね。えらい朝早く起きるねって言われるかも分かりませんけども、私たち国会議員は大体早いです。それは主権者の方々が寝静まられた時、あるいはまだ眠っておられる時に起き出して活動しないと、自分の時間というのはですね、取れないからなんですね。で、自分の時間といっても勉強する時間ですね。一日どれぐらいの資料を読むのかな。結構な資料を斜めに読んでますね。この頃英文が多いですね。ドイツの論文も、まあ、ドイツ語を習っててよかったなと思います。一頃は中国が多かったんですけども、中国の言葉を翻訳機で翻訳するのが減りましたね。ちょっと昨日ハッと気づいて、あ、中国が減ってる。あれ、3月1日にネット規制をしたって言われてますけども、その影響かも分かりません。本来であればですね、今日ぐらいに、緊急事態宣言を準備しますということを国会に告げて、そして
一部、いろんな要請をですね、それぞれ感染拡大地域の知事にするということになるかもわかりません。まあ、だけどその時には国会に報告、事前に報告がありますし、どうも昨日もたくさんの方々がこうじゃないか、ああじゃないかって、で昨日日曜討論でも加藤大臣と西村大臣の認識、西村大臣の認識でさえですね、私は甘いと思いますけども、認識が異なっているように見えますよね。で私、公共放送もこれこの新型コロナの、なんていうかな、この危機があと何年続くか分かりませんが、その後はやっぱり抜本的に見直した方がいいなと思いますね。流してる内容がですね、もちろん個々の番組について私も総務大臣にしてましたから言うつもりはありませんが、全体としてですね、政府の広報化してるんじゃないかって強い危惧を禁じえませんね。考えてみてください。そしたら家族にもほとんど移りますよね。移る危険性が高いと。だからようやくホテルを借り上げ、特定のホテルは料金を取るそうですけども、本来であればそれは政府が保障すべき話ですね。それからものすごく条件を絞って現金を給付するなんて言ってますが、もう何回も言います、自粛と保証、自粛と給付はセットです。そして線引きをしちゃダメです。どうして線を引きたがりますかね。自分たちが法律とかだと思ってるんですかね。自分たちのお金だと間違ってるでしょ。昨日も国土交通大臣政務官ですね、驚きましたね。あんなことを国を責めないでねと、批判しないでねと、自粛要請してるんだからって書いてるわけです。だからそういう人たちがこの小選挙区制でわーっと増えたんですね。だからこの宿舎に住んでいる人たちもやっぱり随分変わりました。昔はですね、国会議員なんだなって礼儀も正しくですね、常識をわきまえた人が多かったと思います。まあ、昔はとか言うと、自分がどんな昔から生きてるかって言われたら、国会は24年しかいませんから、その前については、まあ、24年しかというか、もう24年も挙げていただいてるんですね。本当ありがたいことですけども、明らかに変わりました。私は小選挙区制はやめるべきだと思います。党の力っていうかな、もうほとんど意味がないですよ。それよりも日本的にサブパーティーの連合体であった昔の自民党の方が活力がありましたね。まあそれも米軍支配の中の米国のその7年間の間接統治、東西冷戦という中で、安全保障や外交は、外国に、特にアメリカに、非常に大きな部分を依存し、そして自分たちは成長の果実を分けると、そこに、政治があるっていうふうに勘違いしてる人たちもいましたんで、ものすごくその国の作りが脆弱ですよね。昨日今ラジオでですね、これ NHK の悪いとこばっかり言っちゃう、不公平なんで、今ラジオで、教育テレビとか教育ラジオとかありましたけども、
朗読でですね、夏目漱石の三四郎っていうのをやってます。で、その三四郎の中でですね、私その時初めて水密刀っていう言葉を覚えたんですけど、確か小学校4年生の頃だったと思います。三四郎を読んで、水密刀って何なんだろうと、まだ桃もそんなに食べたことないのに、桃のことなんですね。水密刀、日本語ってすごく綺麗な言葉がいっぱいあるんですね。ご覧になってください。これね、新自由主義の、まあ、権化と言われるこういうその東京のビル、私は権化って思ってませんけど、こういう、これ六本木ヒルズですね。そこにも太陽の光が当たってます。綺麗ですね。もうじきこれが七色に光り始めるんですね。で、その水密刀の話じゃなくて、三四郎を帝国大学に合格をしてですね、東京に向かう三四郎にですね、ある男がですね、日露戦争に勝ってもこんなに状況では日本は滅ぶって言うんですね。熊本の中でそんなことを一言でも言おうものなら、殴られると。そんな思想はどこにもなかった三四郎は驚くわけです。東京に行ったらこういう人がいるのかと。で、東京に行って訪ねた、母が行きなさいって言った知人はですね、ひたすらその大学の研究室にこもって、研究をしてるわけです。全く違うものを彼は見るわけですね。私も東京に出てきた時のことをよく覚えてます。まあ、一番最初に出てきたのは中学校のなんと全国大会、本郷三丁目でしたか、そこにの宿にですね泊まって、そんな旅館とかもほとんど泊まったことがない、万博の時に泊まったぐらいの、こんな光ですね。この格子が見えるのが何とも言えんですね。万博の時に泊まったぐらいだったんで、その旅館の食べ物っていうのは本当にどんなに豪華なんだろうと思ってました。私の家は祖母と母が料理をするんですが、母はこれを言うとまた後で言うなって言われるかもわからないけど、2人お手伝いさんをつけて育てられた、まあ地方で言うとものすごく大きな、梨農園を経営している祖父母にですね、もう本当にそのあらゆるその支援をさせてもらって大学まで行ってる人ですね。だから家事っていうことが当時はですよ、もう本当に私が見てても母の料理をする番だってなると、あっちゃーっと思いましたね。ごめんなさいね、新婚、妻は管理栄養士でしたから、新婚の時もですね、まあ、妻の料理って本当に美味しくて、私も必ず家事を分担するべきだっていう考え方ずっと持ってますから、私も料理を教えてもらってすごく良かったんです。なんと母が小木高校っていう高校に赴任が決まってですね、運が悪く、母のその通勤路と通学路と私のその借りた鍋島の借家がですね、母の家と小木高校のちょうどその通過点にあったわけですね。ちょっと朝母が、まあ母心ですよね、弁当を2人で食べなさいっつって持ってくるわけですね。っていうか
玄関に置いてあるわけです。で正直ですね、私たちが作る食事と母が作る食事は申し訳ないけどもだいぶ違いました。だけど妻は捨てるのは申し訳ないということで食べなさいと、それで食べた後に必ずそのありがとうございますって紙を入れなさいって私に言うわけですね。で食べるんですけども、やっぱりこう料理がちゃんとしたものを食べるとですね、そうでないものっていうのはなかなかその人間の舌って正直にできてて食べることができないですね。あ、もうこんな話をしてる場合じゃありません。つまり三四郎が何を言いたかったかというと、その国家の基本というものが急にその一等国になったんだけども、その一等国たる日本の基盤というものは極めて脆弱で、そしてまあ愚鈍な支配が続いているというふうに多分漱石には見えたんでしょうね。その男の予言通り日本はその後亡国に突き進むわけですね。でその構造が今のこの安倍内閣とすごく重なって私には昨日思えましたね。ただですね、前から言ってたクライシスマネジメントチーム、まあ内閣の中で総理がお約束くださったんですけども、それは今の今までできません。できてはないです。1ヶ月半もう経ちますが、しかし別のところでですね、その人が中心となってタスクフォースを立ち上げることができました。それは医療支援に限ってるものですけども、すごく喜びました。私たちと同じ危機感を持って同じ方向に進んでる人たちが、公であろうが、あるいは私であろうが、前に進んでくれればこの国を救うことができる。で、先ほど申し上げたいろんな研究も進んできました。パッチ式のですね、ワクチンってすごく魅力的ですよね。で、こういうの大体どこで情報を仕入れるかっていうと、もう大体そのランセット、あるいはアメリカの大学、まあ英語がそのまま分かるから多分言語のせいだと思います。フランスやドイツやあるいはスペイン語圏や中国語圏、ロシア語圏でもいろんな研究がされてると思います。他の国でもですね、インドもそうでしたね。だからやっぱり人類の知恵を結集する、そしてこれにですね立ち向かう。で、ぜひ皆さん今日私がお願いをしたいのは、憲法とかで議論している緊急事態とは全く違いますから、特措法の緊急事態宣言、これはどうぞ、これもずっと1月から皆さんに申し上げている行動計画、それをご覧になってください。私権の制限がいくつかにかかります。しかしそれは民主主義国家においては償うということをですね決定することもできるわけです。で、そういう権力の暴走をしっかりと止める、ぜひ私はこれ今日これで最後にしますが、自民党の皆さんどうぞ外に出てきてください。そして外に出ることによって、外っていうのは家の外っていう意味じゃないですよ、今までの枠の外、枠の外に出てきてくれることによって救国内閣をやっぱり皆さんも作る動きをなさるべきだと思います。外で
いや自分もおかしいんだと思いますとか言ってる、もうそんな段階ではないですよ。給付にしても、それから食料も世界の各国が自国の分を確保するために輸出を止めるという動きがありますよね。エネルギーも早晩同じような動きになりかねないと思います。他国に依存をしているこの日本の国がですね、そういったことも頭に入れながら、あるいは今日石川県で地震、震度3ですね、地震が起きてますけども、この中で災害が起きた時も頭に入れて、最悪の事態を極小化する、そのことが大事だと思います。冒頭申し上げたかったんですが、昨日もこの新型コロナウイルスで亡くなられた方が世界でもたくさん、そしてこの東京でも日本でもおられます。哀悼の誠を捧げてですね、一人でも多くの命を救うために皆さんと連帯をしていきたいというふうに思います。そうですね、検査拒否の声、私も昨日もずっとですね、私のところに寄せていただく3分の1ぐらいがこの検査ができない、助けてくださいっていう、そういう話です。この先進国でありえないですよね。ロッシュの検査キットであるとか、中国から渡された検査キット、それどうなってるかって1月に聞きましたよね。で2月、3月、今4月でしょ。未だにその有効性を、検査してると言ってるわけですよ。その検査をしてる間に人の検査ができないっていうことをよっぽど分かってほしい。だからもう感染研、そこはやっぱり手一杯だと思います。だとするとバイパスを作って法律を作り変えて、そして場合によってはですよ、作り変えなくても僕はできると思いますけども、これ政治のリーダーシップなんですね。ぜひ皆さんと一緒にですね、ここを切り抜けて、昨日友人にもですね、心理学的に精神医学的に皆さんに、どういうメッセージを出せばいいか、まあその方も忙しいんでズームかなんかで対談してるのをですね、皆さんにこうして、ツイッターライブや YouTube ライブとかで流せればなって考えてます。じゃあ皆さん、これで今日は失礼いたします。今日も良い一日を、たくさんの祝福がありますように。こういう時ですから、一段階言葉のトゲを優しくしてください。こういう時だから、立場の弱い人たちがどういう状況にあるか、一人でも多くの方に手を差し伸べてください。声をかけてください。どうぞよろしくお願いします。それじゃあ失礼いたします。そうですね、どんどん声を上げていきましょう。ご安全に、ごきげんよう。じゃあ失礼します。